次収入の柱は何本かありますかかうん。収入柱はね、何本かあるんだけど、あのそれは結果論なんだよな、うんあの。結果的に今は何本かあります、えっと。私のメインの収入の柱は、私はね、あの 魅力覚醒講座という自分らしく生きる、自分の魅力を全開にして生きるっていう、あの長期講座も7年ぐらいやってる、マインド講座をね、7年ぐらいやってるんで、それがもう一番超大黒柱、超絶大黒柱で一本ドン立って、で、その周りに、あの、例えばその卒業、 せ卒業生たちの、あの、継続サロンがあったりとか、あとは、まあ、本も2冊ぐらい出してるんで、それの印税あ、手帳出してるんで、それの印税、あとは、あ,あと何があるかな、あの、コラムをたまに、あの、寄稿してるんで、そのコラム収入とか、あと、アメブロ、<laughs> 一応、アメブロのね、オフィシャルアメーバー、オフィシャルブロガーだから、あ あのサイバーエージェントが毎月収入が入ってくるとか、あと今も広告外しちゃったけど、前 YouTube のチャンネル頑張った時は、それの YouTube チャンネルの広告収入があったりとか、なんだろう、まあまあいろいろありますよ。いろんな人のアフィリエイトして、そのアフィリエイト収入もまあちょいちょい入ってくるしとか、なんだろうなう、まあまあいろいろあるんだけど、いろいろあるんだけど、でもあんまりそういう考え方をしてないというか、 私は、よし、収入の柱作るぞと思って、収入柱を作ったことっていうのはなくて、ただ、あこれ、これをやったら、みんな喜ぶかなと思ってやったら、あ収入になった柱みたいな感じなんだよな。で、よくさ、これさ、なんか、これからなんか副業始めますとかいう人が、収入の柱が何本か欲しいですみたいなことを言って、始める人いるじゃん。ね。 私ね、あの考え方良くないと思う、はっきり言って。人によるからあれだけど、私個人の意見としてはよ。個人の意見としてあの考え方は良くない。あのね。 同時にそんな複数の柱をねあの、立てようっていうのは全部中途半端になるんですよ。で、それよりも、一本ね、あのでかい柱立てといた方が、そこから枝分かれみたいなものがあのたくさん出てくるから、だから柱が何本かあるというより、木、でかい木を、だよ、でかい木を一本育ててさ、そのなんか枝、枝葉でちょっとずつちょっとずつ細かく稼いでいくっていう方が、 なんかいいんじゃないかなと思うんだけどね、うん。あの、細い柱をさ、たくさん立てるのすごい難しいと思うね。あの、それこそ、私のアメブロとかの収入だっただって、そんな月1万円とかなんですよ。<laughs> そんなん立ててもって感じですが、立ててもだよね、本当に。うん。まあもちろん、それ、その、ね、収入の、例えば木 ドーンって立ったらそれが一本倒れた時にとかって思う人いるかもしんないけど、でも仮にじゃあ倒れるとするじゃん。ね。倒れたらじゃあもう一本新しい木を植えなきゃいけないですよね。っていう時にね、じゃあその次の木がどのぐらいのスピードでどのぐらい太い木にもう一度成長させられるかっていうのが勝負だと思うんだけど、ほん時にこの細いなんか 柱は何本もあります。じゃあ、例えば、アメブロで1万円稼いでます。YouTube でも1万円稼いでます。ね。あの、電子書籍でも1万円稼いでます。っていう人がいたとして、これからさ、大きい柱を生み出すの無理でしょう。ね。それよりも、あの、すごい大木が倒れたとするじゃん。例えば、私がある日、脱税で捕まって、あの、収監されて、もうなんか朝、朝日さん最悪です、どうみき。<laughs> わかんない。何があるかわかんないけど、まあ、とにかく、あの、 すごい、こうの、まあ、人気商売というかね、こういう視聴者さんとかが見てくれなくなったと。じゃあ、浅木さんどうするんですかってなったら、私はどうするかっていうと、もう顔出しせず、偽名で、あの、YouTuber なり、なんか始める。<laughs> でもね、ね、私のね、このね、喋りスキルとかさ、あの、今まで話す内容とかっていうのは、私は別に失ってないわけじゃないですか。で、全く違う、例えば、恋愛の、あの、 ま、恋愛系 YouTuber みたいな、恋愛系独絶、暴露系 YouTuber みたいな感じでさ、<laughs> デビューして、ボイスチェンジャーとかでさ、声変えちゃったらさ、誰も私ってわかんないじゃん。ね ね、だとしたらさ、な,なんていうので、万が一分かったとしても、これはなんか、黄色、小田切、アサギだからダメだみたいなことになる人よりは、新しく知る人の方が多いわけじゃんね。ということはさ、やっぱり仮にその大木が一本倒れたとしても、もう一度その大木絡みのものを、こうなんつうのかな、食、植えるった方が、あの、 まだ可能性高いと思いません細い柱何本も立てるより。うん。だから私はね、木だよ。うん。そう。ガーシにならぬ。<laughs> 銀ーさ銀ギさなのなんかご、ごろ悪くない銀ーさサって。<laughs> もうちょっとこうねもうちょっとガーシーなギーさサーでね <laughs> そうそうまあ顔したらで朝ゲストねちょっとなんか喋り方が分かっちゃうかもしんないけどそうそうね生産 <laughs> 習慣収監されてみるビルありがとう <laughs> よかった収監、うん、されても大丈夫だねそうそうだからねつまり今のスキルがあればなんかそれがたとえなくなったとしてもじゃあ今度はじゃあ私は誰かに この経験をもとにプロデュースに回ったとしても別にいいじゃんね。うん。第二のアサギ作るプロジェクトを始めても別にいいわけじゃん。とにかくね、あの、ミキをとにかく大きく育てるっていうのは、絶対また、あの、いくらでも伸びるから、そっちを狙った方がいいんじゃないかなと思います。あ、ギーサーいいね、ギーサー。<laughs> ギーサー、曝露系 YouTuber ギーサーとして <laughs>。じゃあ、万が一何か習慣なりされたら、 今度はギーサーとしてやっていくんでよろしくお願いします。はい。そうだね。私も刑務所からもメルマガ配信していこうと思う。<laughs> はい。じゃあ次。